それでは制御対象 P イコール S 事乗プラス 3S プラス2分の S マイナス1について各種指標を見ていきたいと思います。まず制御対象と安定性です。この制御対象について特性方程式の項目を求めますと制御対象の局はマイナス2マイナス1となりシステムは安定となります。このような制御対象は不安定0点を持つ制御対象というふうに言われています。 ここでこの制御対象の等価なシステム表現として状態方程式に変換します。状態方程式、稼ぎの正順系はこのようなパラメータになります。次に対角正順系ですが、対角正順系はこのようなパラメータになります。制御対象の営業列の固有値はマイナス2、マイナス1となり、 システムは安定です。特性方程式の根と一致することが分かります。次にボード線図です。ボード線図では高周波でマイナス20デシベルパーデカードとなっています。これは制御対象の相対時数が1であるためです。また制御対象が不安定ゼロ点を持っていることから位相の遅れが大きくなっており、マイナス270度の遅れが生じています。 次にナイキストセンスですここでは比例制御を施す場合を考えます。ここでは原因を2よりも大きくすると、一順伝達関数 ls=psk はマイナス1をまたぐことになります。制御対象の極は全て安定極でありますので、マイナス1をまたいでしまうとシステムのヘループ系が不安定になります。すなわち、ハイゲインフィードバックを施すことで、 不安定になるということがわかります。最後に制御対象と状態フィードバックです。状態フィードバックとして u イコールマイナス kx プラス v を施します。ここで k を148、22というふうに設定します。この結果として v から y までの入出力特性はこのように与えられます。このシステムにおいては極はマイナス15、マイナス10となっています。